はい、こんにちは、エビです。ツイッターの方ではね、もう僕あの発表しちゃったんですけれども、なんと4月22日から、僕の冠番組が BS 東洋日の方でスタートさせていただきます。 MB 俺のドライチという番組でですね、なんと司会は、スパイクの小川さん、そしてメイン MC は私 MB とロンドンブーツ1号2号の田村亮さんになっております。まあ、本当にですね、アパレル業界の常識を覆すようなあの番組だと思うんですけれども、そもそもまあ一ブロガーインフルエンサーがまあ冠番組を持つということ自体、異例中の異例だとは思うんですけれども、精一杯やらさせていただきますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。で、今回ですね、水曜日の朝6時半っていうちょっと不思議な時間に、スタートさせていただいてるんですけれども、これは実は訳があってですね、僕の方から実は朝の方がいいっていうふうにリクエストさせていただいたんですけれども、なんで水曜日の朝の6時半なのかっていうと、まあ大体皆さん1週間生きてるとですね、月曜日火曜日は突っ走れるんですよ。まあ日曜日が終わって月曜火曜ぐらいだったらまだスタミナ残ってるんで突っ走れるし、逆に木曜日金曜日とかってまあもう週末間近じゃないですか。なのでもう頑張って残りの力で走り切れるんですけれど、水曜日って多分一番中だるみすると思うんですよね。で、その中だるみする水曜日の中でですね、朝情報番組を毎日見るんじゃなくて、水曜日の朝だけはですね、ちょっとこう、なんていうのかな、週末のファッションだったりとか買い物だったりとか、週末の趣味の時間を思い出していただいて、まあいつもこう、週の5日間ね、仕事でこう忙しくてめいっちゃってる時にですね、水曜日もうちょっとで週末来るよ、もうちょっとでショッピングあるよっていうところでファッションの楽しさを思い出してもらおうと。まああと BS っていうところもですね、まあ今まで僕新潟のテレビ局の番組とかに結構準レギュラーみたいな形で出させてもらっていたんですけど、やっぱ東京の人たちからするとちょっと見れないので、まあどうにかしてほしいみたいな話があってですね、で BS だったら日本全国どこでも見れるんで、まあ環境が整ってれば見れるんで、しかも BS とエロビってですね、ちょっと面白いことに契約しなくても見れるんですよ。 BS が受信できるテレビだったら、環境だったら契約を特にしなくても見ることが無料で見ることができるんで、まあそういった意味でもですね、結構あの便利かなというふうに思いまして、 BS とエロビで、勝負させていただくこととなりました。 BS とエロビでですね、朝の6時半から中だるみする水曜日の朝にですね、ちょっとファッションを見ていただいて勉強していただいてですね、週末のショッピングの参考にしていただければというふうに思っております。で、番組のコーナーなんですけれども、毎週まあ取り上げるものを決めて、例えば1週目は差がつく小物使いっていうテーマでやらさせていただいて、メガネについてですね、着目して説明していこうと思ってるんですけど、毎週りょうさんが白 T シャツにデニムで来るんですけれども、まあ、真っさらな状態、本当にこう何もわからない状態で来ていただいて、毎週1週ごとに知識が増えていって、どんどんおしゃれになっていくっていうのがこの番組のテーマですね。まあ1週目は小物から始まって、でスーツに行ったりとか、ジーンズに行ったりとか、いろんなところに発展すると思うんですけど、少しずつ知識が膨らんでいって、ファッションが好きになる番組にしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、他にもですね、例えばお笑い芸人さんとか若手の芸人さんとかをですね、おしゃれにする企画があったりと、丸ごと変えておしゃれにする企画があったりとか、あとは量でもわかるファッション用語解説みたいな、あのりょうさんそこまで洋服詳しくないということで、りょうさんでも分かるようなってすげえ失礼なんですけど、まあ、実際にそういうコーナー名なんだか仕方ないけど、りょうでも分かるファッション用語解説っていうコーナーを作らさせていただいて、毎週難解なファッション用語を解説していくっていうのもやっております。まあ朝ね、ちょっとこうニュース番組毎朝見てると、まあ、仕事感出ちゃってちょっとうんざりする人もいると思いますので、週の中で1日ぐらいはですね、ちょっと気を休めていただいて、ファッションの情報大好きな服の話でですね、週末の気分にしてもらってですね、仕事を行ってくるという風な番組にできればなというふうに思っております。まあ、本当にね、気合入れてやっておりますので、ぜひ楽しみにしてください。4月22日第1回目の放送となります。論文のりょうさんがまさか MC として受けてくれると思いませんでしたけども、私も気合を入れて頑張っておりますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。はい、というわけで MB チャンネル、普段はファッションロジック、豆知識、商品紹介などお届けしております。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。すいません、今日は告知になってしまいますけれども、ぜひお楽しみにしていてください。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。